はいこんにちはバンクアカデミーの良平です今日はこちらです SBI 証券での新 NISA の積立予約が開始したのでやり方を詳しく教えてという話をしていきますこの質問は最近よくもらうので気になる方も多いと思いますそんな方にこの動画では SBI 証券における新 NISA の積立予約の設定方法を 実際の画面付きで紹介しますので、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねをお願いします。それでは早速、見ていきましょう。<music> では、このパートで SBI 証券における新ニーサの積立予約の設定方法を徹底解説という話をしていきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。SBI 証券での 新入社における1月の積立予約が11月19日開始。ただし、積立設定の内容を現状から変更しない場合の予約は不要。投資新宅の積立なら、簡単積立アプリがおすすめで、積立投資枠で月5万円の積立を希望の人は、クレカ積立のみ、月10万を希望の人は、月5万のクレカ積立プラス、 月5万の現金決済で OK。月10万円以上の積立を行う際は、成長投資枠で現金決済の積立設定を行う。現金決済の引き落としは、証券口座へ入金か、関連銀行のスイープがおすすめ。この結論をもとに、SBI 証券の新 NISA 積立枠の設定方法を丸ごと解説ので、ぜひ最後まで見てください。 早速ですが、新ニーサの積立予約がいよいよ始まっています。2024年から始まる新ニーサの投資信託などの積立予約が各証券会社で続々と発表されており、例えば SBI 証券はこの通り11月19日に開始しました。ちなみに2023年時点で積立ニーサ口講座もしくは一般ニーサ口講座を開設済みの人はその金融機関で 新ニーサ講座が2024年に自動で開設されることは覚えておきましょう。ただし、新ニーサの積立ては設定必須ではありません。SBI 証券に掲載されているこちらの説明を読んでいます。2023年のニーサ講座で登録されている投資積立設定を一定のルールに基づき、新ニーサ講座に自動で引き継ぎます。現金決済の場合は、引き続き2023年の ニーサ積積立てニーサ枠もご利用いただけるため、現行の設定に加えて、新ニーサ向けの設定が追加されます。現行ニーサの積立設定は、12月30日以降に自動解除いたします。クレジットカード決済の場合は、11月19日以降の設定変更は、2024年のニーサ枠での発注となるため、積立設定を上書きします。 なお、2024年の新ニーサでは、積立投資枠と成長投資枠の併用ができ、年間投資枠の上限も引き上げられます。投資に積立設定の引き継ぎルール、現行の積立てニー a の投資に積立設定、新ニーサの積立投資枠に引き継がれます。現行の一般ニーサの積立設定、新ニーサの成長投資枠に引き継がれます。うん、つまり、月3万の積立を、 積みニて n で行っていて、新ニー s も同じ積み立て額、同じ銘柄で問題なければ、そのまま放置で OK です。なので、クレカ積み立ての積み立て額を月5万に増やしたい、新ニー s 開始を機に、銘柄を変更したい、積みニて n 口講座は解説済みで、新ニー s を待っていた人などは、今回の新ニー s の積み立て予約を活用するようにしましょう。それでは SBI 証券の 積み立て予約を実際にやっています。今回は新入社における上限の月30万円の積み立てを設定。積み立て投資枠月10万。成長投資枠月20万。月5万円の積み立てを希望の人は、クレカ積み立てのみ。それ以上の積み立てを行う際は、現金決済。つまり、証券口座の引き落としを選択することになります。現金決済に関しては、証券口座に入金か、 スミシン SBI ネット銀行もしくは SBI 申請銀行の自動入金スイープを利用すると銀行口座から自動で振り替えをしてくれて便利なのでそちらも最後に紹介しますでは早速積み立て予約をやっています今回は使いやすさでおすすめの簡単積み立てアプリにて設定を行いました投資信託の積み立て設定ができてクレカ積み立てにも対応をしているので 僕も普段から愛用していますが、個別株や ETF などの注文はできません。なお、クレカ積み立ては、三井住友カードだと、翌年1月に反映なら、12月10日が期限となるので気をつけましょう。ただし、注意点として、すでに SBI 証券で積み立てをやっていた人だと、改めて積み立て設定を行おうとすると、既存の積み立て設定があるために、うまく進まないので、 まず最初にやることとしてアプリ右下のメニューをタップから積み立設定の状況へ進み現状の積み立設定を一旦すべて解除するのがわかりやすいです積み立て設定の状況の画面からここの削除をタップすればすぐに消すことができて12月分のクレカ積み立てはすでに注文済みなので積み立設定を解除しても問題はありません続いて クレカ積み立てに使うクレジットカードをまだ登録していない人は、先にクレジットカードの登録、変更へ進んで、ここのカードを登録するから手続きを行います。ただし、カードの登録を進めていくと、カード会員の認証になるんですが、このように、三井住友カードの会員向け、ウェブサービスである VPASS の ID、パスワードが必要となります。s b a 証券と三井住友カードを まだ申し込みしたばかりの人は、三井住友カードが手元に届いたら、この VPASS のアプリをダウンロードして、VPASS の ID とパスワードを設定します。はい、こちらが VPASS アプリの最初の画面で、新規登録から手続きを行います。ちなみに会員番号、つまりカード番号に関しては、三井住友カードのナンバーレスだと、ここにカード番号の記載があるので、カードの台紙を 破棄しないように注意しましょう。はい、これで v p a の ID とパスワードを設定し、登録が完了したので、先ほどの簡単積み立てアプリに戻って、クレジットカードの登録を完了します。では、ここからが積み立て予約の手続きになりますが、まず、ファンド検索を押すと、このような画面になったので、e m a x i s s l i m 米国株式 S&P500 を選択します。続いて、 個別銘柄のページになったので、ここの積み立て買い付けを押して、目論見書などの書類をチェックします。では、ここからが大事なんですが、まず、決済方法は、クレジットカードを選択。預かり区分は、新2サの成長投資枠、積み立て投資枠があるので、先に積み立て投資枠を選択。クレカ積み立ては、毎月1日に設定されて、積み立て額は5万円。 積み立て投資枠の上限は月10万なんですが、クレカ積み立て自体の上限は月5万円となっています。あとは、NISA 枠ギリギリ注文は、NISA 投資可能枠が積み立て設定金額以下の場合、積み立て注文の金額を引き下げて、積み立て買い付けを行い、可能な限り NISA 枠を使い切るものなんですが、今回はなし。また、ボーナス月は指定した月の積み立て額を 年2回まで増やせます。ただし、クレカ積み立てはできないので、今回は設定をできません。はい、これで、新規設定の確認となり、受付が完了したので、上から順番に見ていくと、ファンド名は e m a x ススリム米国株式、決済方法はクレジットカード、預かり区分はニーサの積み立て投資枠、申し込みの設定日は毎月1日、次の発注予定日は2024年、 1>, 1月4日、積立額は月5万円。これで OK です。では続いて、積立投資枠の残り、月5万円を現金決済にて設定します。こちらもメニューから、ファンド検索を押して、今度は E-MAXSLIM 全世界株式、オールカントリーを選択します。あとの手続きは基本同じで、積立買い付けから、目論見書をチェック。で、決済方法は現金で、 ニーサ積み立て投資枠を選択。現金決済だと、積み立て日を選択できるんですが、1日30日、月末は選択できないので、今回は毎月の2日としておきます。積み立て額は月5万円で、ニーサ枠ギリギリ注文と、ボーナス設定はなし。はい、これで、積み立て設定が完了したので、上から順番に見ていくと、ファンド名は EMAXSLIM 全世界株式オールカントリー。 決済方法は現金で、ニーサの積立投資枠、積立日は毎月の2日。ただし、次の発注予定日なんですが、2023年12月2日と、現金決済だと12月からの積立になっているんですが、これは公式に確認したところ、表示の誤りで、実際は2024年の1月から積立が始まるようなので、気にしなくて OK です。 では、最後に、成長投資枠の設定も行います。今度は最初と同じ、Emax Slim 米国株式を選んでいますが、積み立て買い付けを押して進むと、このように、すでに積み立て設定がされているファンドです。積み立て設定の状況から、操作を行ってくださいと出たので、ここの、積み立て設定の状況へ進み、こちらにある、追加のボタンを押して進みます。で、決済方法は現金。 預かり区分は NISA の成長投資枠積立日は毎月の2日で積立額は20万円成長投資枠は年240万の枠なので月20万が積立の上限となりますあとは新しく課税枠シフト注文というのが表示されていますがこれは NISA 投資枠が積立設定金額以下の場合課税預かりとして発注する注文なので 今回はなしにしておきます。はい、これで、積み立て設定が完了したので、上から順番に見ていくと、ファンド名は e マ a x ススリム米国株式、決済方法は現金、預かり区分はニーサの成長投資額、積み立て日は毎月の2日。で、次の発注予定日ですが、2023年12月2日。これも先ほどと同じで、誤って表示されているため、 2024年1月からの認識で OK です。積み立て額は月20万円。そうしたら、今回の3つの積み立て設定をまとめるとこのようになりました。まず、成長投資枠の現金で Emax Slim 米国株式、毎月2日で月20万円。次に、積み立て投資枠の現金で Emax Slim 全世界株式オールカントリー、毎月2日で月5万円。 最後に、積み立て投資枠のクレジットカードで、EmaxSlim 米国株式、毎月1日の月5万円。これで、新入 i の上限、月30万円の積み立てが完了しました。じゃあ、もし、年初に一括投資がしたければどうやるかですか簡単積み立てアプリでできる、一例としてのやり方を紹介するので、こちらを拡大します。はい、まずは現金から、 ニーサの積立投資枠を選択。積立日は毎月の2日で積立額を100円にしてボーナス設定を設定するにして金額は1198,800円1月2日で設定。この設定を解説すると積立額を最低の月100円にして積立投資枠の上限120万マイナス1,200円イコール1198,800円を ボーナス設定としました。ただし、ボーナス設定は現金決済しか使えないので、決済方法は現金を選択しています。ちなみに、ここは、ボーナス設定を120万ぴったりにして、それとは別に、2位差枠ギリギリ注文を設定するでもいいようです。はい、これで、設定内容を確認してみると、ボーナス設定の発注予定日が、 2023年12月30日となっており、特段問題はないかと思いますが、念のため、ボーナス設定の日を1月5日など少し遅らせておくのがいいかもしれません。最終的に、今回設定したのがこちらで、ファンド名は e m a x s セ i m 米国株式、決済方法は現金、預かり区分はニーサの積立投資枠毎月の積立は2日、積立額は100円、 ボーナス設定は1月5日で1198,800円。続いて成長投資枠に関しては現金決済でニーサの成長投資枠、積立日は毎月の2日、積立額は100円、ボーナス設定で2398,800円。これも積立額を最低の月100円にして成長投資枠の上限240万マイナス1,200円。 イコーール万円をボーナス設定としていますはい、これで成長投資枠の設定も完了しました。こっちが先ほどの積み立て投資枠での設定なので、新ニーサで年初の一括投資を行いたい人は、こちらの設定内容をぜひ参考にしてください。では、最後に現金決済の引き落としについてお話しして終わりとしますが、現金決済とはつまり、 証券口座引き落としのことなので、トップページの入出金から自分が持っている銀行を選択すれば、証券口座にすぐに入金できます。もしくは関連銀行のスイープ機能も便利なので知っておきましょう。例えば、スミシン SBI ネット銀行の SBI ハイブリッド金の残高は、SBI 証券の買い付け有力に自動で反映してくれるので、証券口座に入金しなくても、 自動で振替の手続きを行ってくれますこのスイープ機能は SBI 申請銀行でも投資積み立てのみ対応していますが個別株などは対応をしていませんでは SBI 証券の関連銀行である SBI 申請銀行とスミシン SBI ネット銀行を比較して終わりとしますがざっくり言うと SBI 申請銀行は金利を最大0.1%に上げられるのがメリットで スミシン SBI ネット銀行はスイープ機能で株式などの取引にも対応。米ドルの買わ手数量が外貨積み立て片道3000と安い人気の定額自動入金や定額自動振込などのメリットがあります。僕は昔から使っているスミシン SBI ネット銀行を利用しているので、クレカ積み立ての他に現金決済も行いたい人は SBI の関連銀行も 解説してみるといいでしょう。はい。今回の話は以上となりますが、僕からのお願いとして、新ニーサに関しては、また新しい情報が分かったら、随時シェアをしていきますので、ぜひチャンネル登録をした上で、待っててもらえると嬉しいです。はい。では今日のまとめです。SBI 証券での新ニーサにおける1月の積立予約が11月19日開始。ただし、積立設定の内容を 現状から変更しない場合の予約は不要。投資選択の積み立てなら簡単積み立てアプリがおすすめで、積み立て投資枠で月5万円の積み立てを希望の人はクレカ積み立てのみ、月10万を希望の人は月5万のクレカ積み立てプラス、月5万の現金決済で OK。月10万円以上の積み立てを行う際は成長投資枠で 現金決済の積み立て設定を行う。現金決済の引き落としは、証券口座へ入金か、関連銀行のスイープがおすすめ。はい、こんなところですね。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か、Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そして、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ、いいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。 バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。